じんわり日差しが差し込むと私の配信も蒸れますんおはようございます。 あー18歳です昨日はあのめちゃくちゃ楽しかったですあの本当に楽しくてもう最高で夢の国にいる気分でした <laughs> あの、まあ、強いて言うなら、まあ、誰かと見に行きたかったくらいでもう本当に楽しかったもうなんか大阪も応援しに行きたいって思ったんですけどなんか 大阪はあの生誕の日らしくて、あ良かったです十五日がトヨタで <laughs> 生み友はいかがでしたか。 なんかもう私の席3階席とかで全然見えなかったんですけど <laughs> あのそんなねなんかこ,うこの人が誰だっていうくらい顔までは全然見えないレベルの遠い席だったんですけどでもあの背番号めちゃくちゃ見えたからあのその背番号でこの選手がこの選手なんだろうなって思ってたんだけどなんか嬉しいこの同じ空間に入れただけでその日本代表とめっちゃ幸せな気持ちになりました。 ほんとによく一人で行ったねそうですよなんかもう学校終わりそのまま飛んでったらめちゃくちゃ早く着いたんですね3時間前とかに着いたんだけどそう3時間前とかに着いたんだけどなんかグッズとか並んでたらもう3時間なんかあっという間で終わりました <laughs> S、1分ゴール見逃せなかったえ見逃せなかったんだけどあの1人いなくなってること全然知らなかった <laughs> 退場してたんだね生誕祭当たりましたってありがとうファンとファンの方と遭遇はしてないですねはいスタグルなんか食べた普通にあの時間なくて 試合前食べれなかったんだっけど試合終わってからポテトだけ食べましたでもグッズは普通に4五5 0分並びました4五5 0分並んで <laughs> ようやく買えましたみたいな感じあのシールはあのもう無料配布しててそれも並びました2三3 0分くらい何のグッズ買ったの何買ったっけ タオ,ルタオルとユニフォームは着てってたのでタオルとシュシュとタオルとシュシュとお菓子2つとチデでキーホルダーとあとは長友選手のグッズが売ってたので長友選手のキーホルダーを買いました。 昨 <laughs> 日ギリ決済したよだっていつもギリギリやんそう今日今週2回目の徹夜よろしくお願いしますこちらこそ 自宅は来て,ってないっな学校だったので普通に <laughs> そう並ぶのは何時間待てるいや物によるなんかそのお菓子とかなんてスイーツとかに見る時間割けないんですけど例えばもうめっちゃ時間に余裕があるなら昨日のワールドカップワールドカップじゃないサッカーのグッズ列は何時間でも並ぶ予定でいました今日久しぶりに鉄の入ります みんな楽しみに待ってるよラムネットゴーフルだった気がするはいおはまるですまあ昨日このようなものだと思って生きていきたいと思っていますあの本当に本当にすごかった <laughs> なんかさもう語りたいのめちゃくちゃ 長ちゃんが幸せそうに話すのを見ていて嬉しく思う。本当ですか。昨日はソルでも大騒ぎできたの <laughs> 基本長坂サッカー見に行って、一人でずっと <laughs> あ<ー>。ああ。ですよ。ずっとこんなん。なんか。推しを探しに行ったわけ。だからこ、こう、こうやって、こうやって、いろいろ。 なぜかわかんないんだけどあのなぜかわかんないわけじゃないんだけどバックスタンドだったんですねそうメインだと思ったらあのバック買ってて <laughs> いや谷口選手はなんだろうねなんか今回ね最年長らしいんですけど 眼差しが素晴らしくね <laughs> あの何か途中めっちゃ汗だくだけど走って出されてたんですけど爽やかすぎてなんでその汗を思いながら見れました。 第一志望は一回のメインスタンドでした。ページに入れた時に売ってなかったし。自分。あの。そのね。取る自信がなくて。なんか私が入った時にはもうめ。め会席以降しか空いてなくて。

もうなんか試合全体を見たくた見れた一番感動したゴールは感動たゴール難しいなちょっと待って振り返ります1本目がこいつこいつですね <laughs> で2本目が PK 3本目ないやまあでもそうだなでもあの前半はあ日本が守ってる方に座ってたわけですよだからあんまゴールの瞬間が見,見れないというか遠かったのね見れたけど。 後半はこう日本が攻めてくる側の席に座ってたからもう結構ゴール真上後半の方が迫力はありました私の見た席的に。コーナーキックとかもう空間距離で言えばめちゃくちゃ遠いんですけどこうなんて言うんですかねドアン選手のは あの三笘選手あれ三笘選手じゃないか久保選手違うな三笘選手の久保選手のアシストからの三笘選手がシュート打ったんですけど弾かれちゃってでその弾いたボールをど,どこら辺で見たのバックスタンドの3階でゴール裏に近い スタンド側です。なんで、ね、なんか本当に楽しかった。はい、もう本当に楽しかった。なんかまあ基本的にシュート入れるとすごいあの好きになっちゃうタイプ。<laughs> お仕事行ってらっしゃい。みんな頑張ってね。私ってでもなんかパラパラしてたの雨が。 だからすごいレナさんの卒コンを思い出しました。そう, <laughs> そうそう。 近かったですよ左バッ左のトップ,トップっていうか左のさですかあの,あの結構ずっと見てましたそうなんかやっぱ定期的にサッカー見に行きたくなったし何だろうねもちろんグランパスと FC 岐風の試合もとても好きなんですけどなん って見たくなりました <laughs> あの森下選手があの代表入りを決めた <laughs> あったんですね。で徹夜で「なんかほののさん行きますか?」って聞いたら「いいの,、e、の新公演のねレッスン なんだよねって言っててでも森下選手めちゃあのすごかった森下選手はスタメンでフル出場だったんですよと言ったんですけど三笘選手との連携だったり中村選手との連携だったり走り,走り込んでいくあの森下選手足がとても速いので。 スピードがすご。めもう今週の FC。ああよ左サイドバックの人あそうですそうです。<laughs> ですね。<laughs> <laughs> フル出場あとおまあラグビー場もそうだったんですけどめちゃくちゃ近いんですね。 柏選手始め仕事でなくすごいなって思いました時間やばいのやっぱダメだね朝配信じゃかないから聞いてくれてありがとうございました大阪までなら高速バスいやいいこと聞いたあの皆さんあれし教えてください 値段を教えてください。時間よりはではいます。ナッキーさん。中坂さんたい焼き。ナッキーさんたい焼き。たい焼き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 。エビさんブラーボ中坂さんたい焼き、風船ママさんたい焼きたい焼き。 えー、ワンちゃんさん、たいやき、がろうさん、水羊羹風かん、ふうせもんさん、まちゃたやき、まちゃたやき、さんぽっぽさん、かわいい、まちゃたやき、きいの巨人さん、ハート。あ、まちゃたやき、風船せもんさん、結婚して。えー、リボンくまさん、ハート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 。せやのゴさん、まちゃたやき。うきいさん、たやき。自転車しらハート。おかっぱさん、あまい。うさぎさん。 たこさんたきしどさんたやきももはさんたやきたきしどさんたやきうさぎさんタコさんたコさんたこさんたパッカンブーブーさんたやきえすごいサッカーしてるまんまシャうさぎさんたこさんすごい扉からひょっこりはんだこれ。 ひょっこりはんさんた焼きた焼きたやきたやきたやききちなごさんまちゃたやきまちゃたやきひよこさんた焼きた焼きたやきたやきたやききメロンクリームソーダクマさんた焼きはうさぎさんたこさんまちゃたキきまちゃたや 無意識の色さん、しゃくやく、緑のうさぎさん、たらのむ、えー、たらの識たらのむたらのむたらのむたらのおんぷ。<laughs> ポポさんぽっぽさん、ハート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 、ありがとう。いーキてる女の子さん、たやき。と ありがとうございまそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますええーありがとうございますい <laughs> 今日の声見に来ますだってありがとう2018切符ええー、ちょっと調べてみよう今日は和菓子の日差し入れでもしちゃおうかな <laughs> <laughs> では、二時から読みます。ハムスターさん、ここで、あ、違う。ハムスターさん、ここで一発。一五三、かとちゃんペイさん、ひょ。ありがとうございます。

んありがとうございます。ベイビーベイビーベイビー。ありがとうございます。ウキーウキーウキー。モフモフ。9、んポポ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  元気娘ありがとうございますワンワン,ワン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 6位フンフン3ありがとうございます意識しなくたって I love you5 位フンフン3ん,んフンフン,フンこんにちはちょっと

さんです。ーせーのマスクしてるくるみちゃんありがとうございます。あ <laughs>、配を見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方は？おしゃいました。今日は手をつなぎながら公演です。皆さんぜひ是非！<laughs> それでは終わりたいと思います。せーのまいちゃんじゃん、けんぽんあっちめでほい。 今日の挨言葉は。